私は宮島千鶴25歳。電車やバスなどでこんな発作や奇声を上げている人を見かけたことはないだろうか。大体の場合は変な人扱いされて周りから人が去っていく。あの目だ。ダック、あっち行こうか。満員電車でも私の周りだけ空いていた。駅員さんに電車外へ連れ出されたこともある。あの、迷惑なんで降りてもらえますか。はい、うん、この発作は自分の意思では止められない。私はトゥレット症候群だ。私がトゥレット症候群になったのは6歳の時だった。どういうきっかけでそうなったのか全く覚えていないが、突然顔をしかめる癖や咳払いが止められなくなった。千鶴、その癖やめなさい。そうそう、気になるから。ごめんなさい、でも止められないの。すぐに病院に連れて行かれた。これはトゥレット症候群ですね。トゥレット？はい、この病気には運動性チックと音声チックの2つの症状があります。運動性チックは首や体が定期的にビクッと痙攣する症状で、音声チックは突然気声を上げてしまう症状です。原因は何ですか？治るんですか？原因は脳にあると言われていますが、詳しいことはよく分かっていません。ただ大半の人が20歳に近づくにつれて自然に症状が消えることもあるので、薬を服用しながら様子を見ましょう。はい。高校生になってもこの症状は消えなかった。学校ではすぐにいじめの対象になった。今日はあんまりビクッとしてないな。もうそろそろ来るんじゃね。今日は将来の夢について考えてください。夢か。夢は周りにジロジロ見られないような普通の人間になることだ。この症状のおかげで映画館には行けないし、普通のアルバイトもできないし、電車やバスに乗るのも怖くなった。何あの人、やばくない？ほとんどの人はトゥレット症候群なんて知らない。私は周りから見たらただの変な人だ。トゥレット症候群はひどくなると何度も壁に頭を打ちつけたり、机に肘を打ちつけて骨折するといった自傷行為に発展する。しかもこの病気は遺伝する。遺伝？神様は私に普通のことすらさせてくれないようだった。はあ、私は一人になれる仕事を探すことにした。周りにジロジロ見られて心を消耗しない仕事を。その後23歳の時にフリーランスとして翻訳家になり、なんとか一人で生活することができるようになった。生きていればいいこともある。ごめん遅れた。もう遅いよ。はい、お茶でいい？ありがとう。何見る？ジュラシックパーク。いいね。一番後ろの席2枚ください。はい。トゥレット症候群という発作を止めたくても止められない人がいる。決して過保護に扱ってほしいわけではない。こういう病気の人もいるんだなと思ってそっとしておいてほしい。それが私の願いだ。今日の授業は終わり。また来てね。